シェア畑菜園アドバイザーの下道です。今日は生姜の植え方のポイントについて紹介していきたいと思います。生姜の栽培スケジュールについて簡単に説明いたします。生姜は種生姜をホームセンター等に行きますと、だいたい4月の中旬から5月の中旬ぐらいまでの間に販売されておりますので、購入をしてみてください。土作りをその前にやっていただきたいと思います。土作りはですね、1平米あたり牛糞堆肥を2キロ、それから鶏糞を 150cc、 それから油かすを 100cc ほど投入して、よく耕して畝を作っていただきたいと思います。4月の後半から5月の中旬ぐらいまでの間に植え付けを終わらせていただきたいと思います。特に4月の後半は朝夕が気温が低いので、できることならば5月の連休以降に植え付けをしていただいた方が安心します。それから適時お世話をしていくんですけども、夏場にかけて特に乾燥に注意していただきたいと思います。畝の上に刈り草とか雑草を抜いたものとか、そういうものを敷くことによって保湿を保てることができますので、そういうこともやりながらお世話をしていただきたいと思います。だいたい収穫は10月から11月ぐらいになるかと思いますので、楽しみながらやっていただきたいと思います。栽培する場所についてですけども、この生姜というのは湿度が非常に大事になってきますので、里芋と里芋の相中に生姜を植えるという便利な方法もありますので、まだ里芋と植えてない方はこの生姜も合わせて植えた方が、里芋の葉っぱ等で木陰になって育ちが良くなりますので、ぜひやってみてください。それでは早速植え方についてご紹介します。植える間隔としましては、2つの種生姜を合わせて植える場合にはだいたい30センチぐらいの間隔を取って植えていただきたいと思います。それと2つ以上の芽が、これには今4つ芽がついてんですけども、そういう場合は1個植えをしていただきたいと思います。そうすると芽が4本ぐらい出ますので、2つ一緒に植えることはいりませんので、1個植えにしていただきたいと思います。深さ的には穴を10センチほど掘っていただいて、上に5センチぐらい土をかぶせるのが基本でありますので、今から植え付けについて紹介してみたいと思います。まず、穴開け器で、穴を10センチほどの深さで開けます。植え方としましては、コブがポコポコっとこういうふうに出てるところが芽が出る位置なんですね。で、こちらの芽の出る方向を上に向けて植えてみてください。じゃあこのまま植えてみます。表面まで5、6センチありますかね。土をかぶせます。少しだけ、鎮圧してみてください。はい、これで、植え方が終わりました。植えた後の水やりなんですけども、このように土が水分を含んでいる場合には水やりは不要です。カラカラに乾いている場合には水やりをやっていただきたいと思います。生姜のその後の管理作業ですけども、10センチから15センチほどの芽が出ましたら、まず一つ目が土寄せです。ここにマルチを張っておりますけども、マルチの上から土を寄せてやってみてください。
また生姜は先ほども言いましたように非常に保湿を保った状態で育てるのがいいと言われておりますので、定期的な水やりをやっていただきたいと思います。乾燥をしないように状況を見ながら乾燥したら水やりをやるということで、定期的な水やりということで、この2点をポイントに挙げておりますので、ぜひやってみてください。もう一つのポイントとしまして、芽が出て茎が約30センチほど成長した頃に1回目の追肥をやっていただきたいと思います。追肥は根元からおよそ20センチほどの距離を空けて、鶏糞を一つの穴に 20cc ほど入れてみてください。左右に2箇所追肥をやっていただきたいと思います。今日は生姜の植え付けのポイントを紹介しました。生姜といいますのは非常に育てやすくて虫がつかない、それから病気にかかりづらいということで、一定の期間育てますと、あとは収穫まで放任で収穫ができますので、皆さん方も育ててみてください。まあ収穫の時期に応じて葉生姜、根生姜というふうに段階的に収穫することができますので、楽しみがいっぱい増えますのでね、しっかりと育ててみてください。セイヤ畑菜園アドバイザーの下道でした。チャンネル登録といいねボタン押してください。バイバーイ、またねー。